はい、今日は4月28日、7か、7の、月曜日、じゃない、火曜日か。はい、で今日はここ駐車場を作ってきます。でね、車もここ前に出して、ちょっとあそこの畳はぐって、あの畳をどうしようかなって感じです。でそれと同時に、どかしたね、この、庭石たちが邪魔なわけですよ。庭石を発ろうとしたんだけど甘くて、電動の発理機だとパワーないと全然発れないんだよね。多分ね、1個発るのに1日かかると思う。だからそれは多分時間の無駄だからやめた方がいい気がします。なのでまあちょっとここがね、このブロック塀のこっちの方まで段差が欲しいので、ちょっと土が切り株ここをほじくり返した都合上ちょっと足りないんで、まあ一応ここの整理っていうか整備からやっていきます。だいぶ慣らしてはきたんだけれども、これ庭石がねまだここら辺にも埋まってるんよね。結構骨だわここ。ちょっとね早めに片付けないとゴールデンウィーク中にここだけが終わんない。
はい。いやーでもね、これ石が多すぎて困るな、ここ。こんだけ掘っても掘ってもまだ石出てくるからね。キリがないからもう掘るのやめた。こういう石もどかしたいんだけど、ウッドデッキの邪魔だからさ。多少はつったけど、どんだけ時間かかるんだっていう話、バッテリーと。でもやっぱりエンジン用の発電機があれば、多分1日とかもう半日で終わっちゃうんだけどね。まあ大体こんな感じになりました。まあ大体あそこに敷いてある畳は、あのマルチというか雑草防止ですね。で、まあここがちょっとへこんではいるけれども、ちょっと慣らして、多分このブロック塀また壊すんで、これ壊してそれを慣らして地面に平らにしたら、まあ大丈夫なんじゃないっていう感じです。まあちょっと遅れてるから、さっさと今日ここブロック塀壊そうかなと思います。